はい、どうも関西クラクラクラブのコミです。さて、本日はね、ちょっといつも以上に声が悪い、風邪ひきましてね、2日前までは本当に声が全く出ないような状態で、もう取りだめた動画でなんとか回したっていう感じなんですけども、まあ、今日もねちょっと途中誤報とか入るかもしれませんが、そうした場合にはちょっと多めにね、見てもらえたらというふうに思います。で、今日のね動画なんですが、KCH さんって皆さんクランご存知ですかね。サキペテさんっていう女性の YouTuber の方がいらっしゃって、いろんな動画をね上げているクランなんですけども、ノラマッチングで偶然ね、こちらのクランさんと当たりまして、で早速ねマッチング直後からこうツイッター上で、当たりましたね、よろしくお願いしますみたいな話をねお互いにこうしつつ、まあそんななんだでね、かなり、いつも以上にこう熱のこもったクラン対戦がね今回できました。で、まあ、結果はね、結構下位のメンバーが今回、カンクラ側頑張ってくれて、まあ、勝利ということだったんですけども、まあ、その動画、お互いにね、こう、遠慮なく撮っていきましょうということだったんで、今日は、タウンホール12からね、1本、動画を送らせてもらいたいなというふうに思います。が、まあ、この内容ってね、結構タウンホール11以下の方でもね、非常に、なんだろうな、参考になると思いますんで、ぜひぜひね、見てもらいたいんですけども、こちらです。私がね最後カンさんの村を攻めさせてもらったこのアタックになるんですが、戦術的にはねクイヒーホグを使ってます。で、この後にね、もう一個動画を流させてもらうんですが、それLさんがね、攻めてくれた星2のアタックがあって、でその星2があったからこそね、こういうリスクのある全開アタックっていうのをできたというところをね、まず、最初に申し上げておきたいなというふうに思います。で、クイヒーホグをねやっぱやる上で何がリスクかっていうと、これですよね。ギガテスラこれを落とせない可能性が結構あるんですよ。今回のそのプランっていうのは、ここライドラでカットして、でこっちウィザードでねカットしながら、クイヒーをこっちにこう歩かしていくんですよね。でこの直線上は歩く中で、まあ、ギガテスラを追っていきたい。で最後はホグをぐるーっとこう回すんですけども、まあ、何が言いたいかっていうのは、クイヒーでギガテスラが折れなかったらもうほぼ全開かまたは星1で終わるっていう結構ねリスキーなアタックになってくるんですが、まあ、それを今回、やったのはさっき言ったような星2がねもうあらかじめ解いてるからというところですね。で、今もうクイヒーが中に入っていってますが、ウォールバスターで先行させてます。壁開けしながらね、まあ、この方法っていうのは結構よくいろんなところで見る形かなというふうに思うんですけども、ウォールバスターの中にねアイゴレと今回、バルーンを入れておきました。でこれも多分ねタウンホール11以下もすごく共通して役立つね使い方なんじゃないかなっていうふうに思います。要は、バルーンっていうのは、クイヒの、ね、ルート上にあるホーミングの回収ですね、まあ、黒風船ってやつで、アイスゴーレムは当然、クイーンに対するダメージっていうのを劇的にこう減らしてくれますんでね、この2つの組み合わせっていうのはクイヒーを中にこう突撃させるような、使い方で運用する場合には本当にね、効果の高い方法なんで、まずぜひぜひね覚えておいて皆さん使ってもらえたらいいなというふうに思います。で、今もうね最終核、ここにホグが固まって、こいつらがガーッと全部ねヒスを壊し終わって散っていって、全開というところですね。で、まあ、最後はクイヒーとまあこんな形で合流して、まあ、盤石なんですが、呪文ね結構余ったんですけども、これねなんだドヤスペル使うんじゃないかなって心配した人もこう見てた中にはいるかもしれないんですけども、まあ、そんなつもりはなくてね、最後このストレージとかが余っちゃうで、ババキンもここにいることが分かってたんで、ちょっと呪文をねなるべく最後まで残しておいて、どういう状態になっても全開絶対取れるようにちょっと見てたっていうのがありますね。ホグライダーにもうね早めに使っちゃう手もあったんですけども、まだなんか使わなくても全開取れそうだなと思ったんで、ちょっとね念には念でこう待ったという感じですね。で、今回ね、まあ、私のアタックなんで少し詳しくね、プランニングの説明ができるかと思うんでしていくと、まあ、クイヒをまっすぐギガテスラに進めていこうと思ったら、こっちから行くかこっちから行くか、まあ2択かなと思うんです。あとは違うな、こっちもあるか、こう行くかこっちからこう行くかで、このね、4択でなぜ私このルートを選んだかっていう と、まずね、一個一個見ていきたいんですが、こちらのルートここから行っちゃうとアーチャークイーンがこれ遠いんですよね。この辺でク
クイーンが落っこっちゃった場合には、まあ、やられちゃった場合にはね、アチャクエ処理できずにホグが最後まで回らないっていうリスクがあります。で、さらにもっとこっちから行った場合、こっちから行った場合っていうのは、ここにね結構火力の高い施設がいっぱいこうあるわけですよ。こういう風にでバーバリアンキングもいますよね、アーチャークイーンもいるとなってくると、おそらくこの辺でね、あのやられちゃうかなと思ったんですよね、この辺で。であともう一個は、ギガテスラをやっぱりね、食い火で潰したいとなった場合に非常に遠いんですよ。ここからここまで行くの時間かかりますよね。あのウォールブレイカーが早々ね、この辺りでなくなっちゃうと、もうここからジャンプとか使ってギガテスラまで行くのにすごい、クイーンがこっちに流れるリスクはあるわね、季節はいっぱいあるわで、ギガテスラまで壊しきれないかなと思ったんで、これやめました。で、もう一個こっち側も言う必要もないぐらいですね。ギガテスラが遠い上に、アチャクイーンも遠いので、ホグを回すことを考えた場合に、突撃するルートとしては、まあ、一番悪い選択ですね。なんで、アーチャークイーン、イーグル砲、防衛軍、ギガテスラ、全部が折れてさらに最短ルートで突き進んでいけるここを選んだっていう形ですね。で、クイヒを回していったと。で、こっちのループのルート見ていくと、そんな、まあ、ボイスがこれとこれとこれとこれぐらいしかないんですよね。なので、一番火力が、増すのはこの辺。この辺で、しっかりアイスゴーレムが盾になってくれて、レイジ、ヒーラーの形も作れれば、まあ乗り切れるかなと。言ったところですね。で、まあ、このルートっていうのは、まあ、食い火で、突破していくのに適してるなっていうことで選びました。あとはね、まあ、ホグライダーはだーっとこっちからね、それで回していけば、まあ、中心部のね、施設を、まあ、大体この辺りまでかな、あの、クイーンがうまくいけば壊してくれるかなと思ってたんで、あの、ヒーリングでね、しっかり回していけるし、バーバリアンキングをね、こっち方面からこう、サイドカットで出していけば、なおさら、ホグライダーのね、ルートが確保されて、まあ、上手に回るんじゃないかなと思って、まあ、そんな形でね、今回考えました。で、もう一回じゃあね、アタックを見てもらえたらと思うんですけども、こんな形ですね。まあ、あの、最後のね、前回間際みたいなところはちょっと飛ばしますけども、まあ、最初の特にね、あの、入りのところら辺、重点的にね、見ていってもらえたらなというふうに思います。まあ、まずはさっき言ったようにライドラで、しっかりカットをですね、まあ、なるべくならこのね大砲まで壊せればよかったかなというふうに考えてましたね、思ってました。これにねクイーンが釣られちゃうと結構、外出てこうクイーンが回っちゃうね可能性があるんで、まあ、それはちょっと避けたいなと思ったというところですね。で、今回このルートを通る上でここに2マス隙間がこう空いてますよね。この辺の隙間、この隙間がねクイーンを、こっちにこう反らせないようにしてくれるなっていうふうなのを思っていて、まあ、比較的ね、あの、まっすぐ進んでくれる可能性が高いルートかなっていうふうに思いましたね。あと、まあ、アーチャークイーンと防衛軍がいるんで、そっちに、まあ、クイーンがこう、釣られてね、行くっていうことも考えてましたね。まあ、おそらくそうなるだろうなっていう。で、ここはしっかりレイジを打って、高火力帯なんでね、早めに突破していけるように図っていますというところですね。で、まあ、ここまで来れば、ほぼほぼ、まあ、ギガテスラとイーグルホまでは、あのクロークもねレイジもあるんで、まあ、潰せるかなというところで、考えてましたね。ジャンプも打ってと。で今アーチャーとかでね、あのこの3次方面とかこう削ってますけども、こういうのねやっぱあのできるところは簡単にあの手が空いてるうちにやっとくべきですね。時間切れ防止になるんですごく便利です。で、バーバリアンキングを、こっちからこう歩かせて、ターゲットを取りながらこの対空砲とかね迫撃砲をこうカットしていくと。で、ホグライダーでしっかりと中の方を回していくっていう感じですね。で、トーム、すいません。トーム今ね、ああ、ダメです。早めに使いましたけども、これね、ヒーリングを使うよりも、まずはね、トームから使った方がいいです。っていうのは、トームってヒーリングと違って、回復量みたいな限界がないんですよね。なんで、なるべく多くのユニットが残ってる段階で、トームを使っていった方が、結果的にはね、ユニットに、入るダメージ の、まあ、無効化率っていうのかな、無効化できるダメージの量っていうのが最大化できますんでね、先にトームを使ってから次にグランドウォーデンの、間違えた、ヒーリングか、トームを使ってからヒーリングっていうね、この順番で使うのが、まあ、おそらくね、どんな場合でも効果が非常に高い使い方になってくると思うんで、ウォーデンのトームね結構貯めて最後使いどころをなくしちゃう方結構いますけども、それはねやらないようにぜひぜひ、気をつけてもらえたらいいかなというふうに思いますね。で、次
ちょっとね今日時間長くなってますね。しっかり喋らせてもらってるので、エルさんのこのアタック見てもらいたいなというふうに思うんですけども、同じ配置です。なんですがこれがねやっぱりあったから私のさっきの全開アタックっていうのができたんですよね。でしっかり星2を取るためにエルさんはねホグライダーとかバルーン入れてないですよね。ペッカとボーラーが主力になってます。でこれを使ってギガテスラを確実に落としながら破壊率 50% は絶対確保するぞと、まあ、いう考え方ですね。でこれクイーンを壁の中に入れるこの入れ方はお見事ですね。で多分ねこれ意図としてはクイーンをねこっち側にこう回したかったと思うんですよ。なんですけども残念ながらクイーンがねこれ逆にこっち側にこう行っちゃって、ちょっとね、ヒーラーたちをこれから出すボーラーと合流させられなかったっていうのがちょっとねこのアタックが伸び悩んだ、まあ、理由かなというふうに思いますね。まあまあそれにしてもしっかりね星2が取れてるんで、まあまあ全然ダメなアタックではなくて、二星を取るアタックとしては非常にね精度も高いアタックだというふうに思うんですけども、で多分ねこれクイーンが戻ってくるかなってしばらく見てたんだと思うんですが、まあ、戻ってこないんでねここは諦めて、これからね、ババリアンキングあとは、ペッカ、ボーラたちを、十字方向からね出していきます。でここね、一気にバーバリアンキングたちをこっちにこう出ていってギガテスラを落としていくっていうプランですね。で、ペッカで今サイドカットをしながら、主力のボーラを中にこう突き進ませていってますね。で、これね、結論言うとヒーラーがついてないのでボーラーがギガテスラに届く前に全部やられちゃうんですよね。非常にこれエルさん的には大誤算だったと思うんですが、ただ今のトームとかお見事ですね。ボーラーがこんだけ数生き残っている中でこうトームがねこう使えているのでね、まだまだこうボーラーたちがね大量にこう生き残っていたんですが、やっぱギガテスラのこのダメージがあまりに痛くてね最後はボーラー全部溶けちゃいました。ただ中に入ってたのがジャイとペッカだったんで、しっかりねここはギガテスラを、こいつらがね叩き折ってくれて、で、星1のねリスクが今一瞬見え隠れしたんですが、もうギリですね、ギリ落としてなんとか星に確保というところでしたね。まあこれはちょっと、まあ、クイヒのね合流がうまくいかなかったっていう意味では、まあ、リスクがあるっていう言い方もできるかもしれないんですけども、まあでもしっかりね、バースターの中身も含めて、リスクヘッジができているっていう点でね、星2からの全開狙いっていう意味では非常になんていうのかな、いいアタックだったんじゃないかなというふうに思います。これ多分クイヒがペッカボーラーにねこう合流していれば全然前回まであったかもしれないですね。お見事なアタックでした。はい、でここで時間切れでフィニッシュというところですね。はい、ちょっとね途中見聞き苦しいところもあったかもしれませんが、どうでしょうね、こういうふうにやっぱりクラン戦やっていく上では星2を取ってね、行くのが初手で、2手目でみんなで全開狙いましょうと、狙っていきましょうっていうのがねやっぱりオーソドックスで効果のある攻め方だ、まあ、基本ですよねと思いますのでね、この辺っていうのはぜひチームワークを乱さずにね皆さんこうやってもらえたらクラの勝率がねどんどん上がるんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあその点も含めて今回の動画ねご参考いただければ幸いです。はい、というところで本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひねカンクラにも遊びに来てください。はい、では本日はこの辺りで失礼します。バイバイ。